日本サッカー協会はサッカー文化創造拠点ブルーイングを本日12月23日にここ東京都文京区東京ドームシティクリスタルアベニュー内に開業いたします。本日は開業に先立ち、ご来賓の皆様を迎え開業式の場を設けさせていただきました。最後までよろしくお願いいたします。それでは初めに、公益財団法人日本サッカー協会会長田島幸三より皆様に挨拶を申し上げます。会長お願いいたします。試合前のロッカールームのような今あの後ろでは今気合い入れてます。みんなオープニングに向けてあの本当に試合のようです。今日は多くの報道陣の皆様ありがとうございます。そして朝早くから並んでくださっているあの来場される希望されている方本当にありがとうございます。改めて素晴らしい晴天のもとまさにブルーイング、この日にこのブルーイングサッカー文化創造拠点をのオープニングができますことを本当に嬉しく思っております。我々は2002年2003年よりこの文京区でお世話になっております。本日は文京区長の成沢区長においでいただいております。そして今年引っ越しをしたんですがそれもまたこのドームシティのお隣のトヨタビルさんの方に引っ越しております。まさにここも文京区そしてドームシティさんとは今後もしっかりと連携を図りながら我々はこの文京区に根付いていきたいということでサッカー協会考えております。未来につなぐコミュニケーションとクリエーションの拠点というコンセプトのもと従来の発想にとらわれないでミュージアムを新たにオープンできないかということで我々考えておりました。検討にあたっては2022年の6月から筑波大学のデジタルネイチャー開発研究センターの落合陽一准教授と構想段階から一緒にこのブルーイングについて議論してまいりました。そしてそれが本日このオープニングにつながったというところでございます。日本代表は世界ナンバーワンのサッカーを目指していきます。これはサムライブルーもなでしこジャパンもフットサルもビーチもそしてアンダー2017オリンピックも全て世界を目指していこうというふうに考えています。それと同時にグラスルーツ多くの方がこのような芝生の上でボールを蹴り寝転びサッカーだけではなくスポーツを本当に文化にしていきたい我々の理念であるサッカーを通じて豊かなスポーツ文化を創造し人々の心身の健全な社会の発展にを目指すというこの我々の理念をしっかり忘れることなくやっていきたい実現していきたいというふうに思っております。今年はもうすでにワールドカップ予選が始まりそして1月1日来年は初めてです日本代表がタイと試合を行います。その日もここでオープンしています。そして1月のアジアカップにおいてはベトナム、イラク、インドネシアと戦うその試合もここでクローズドサーキットをやっていきたいというふうに思っております。ここが多くの人たちが集いサッカーだけではなくスポーツ、野球全てのことで賑わう場所になればというふうに思ってます。私たちもしっかりと尽力してまいります。皆さんよろしく応援お願いいたします。本日ありがとうございます。ありがとうございました。それではここでですねこの後のオープニングセレモニーの方に、参加いただきます来賓並びに出席者の方の紹介させていただきます。日本サッカー協会専務理事の宮本恒康です。株式会社東京ドーム代表取締役社長 COO 長岡勉様でございます。ありがとうございます。文京区区長成沢博信様です。ありがとうございます。そしてなでしこジャパンサッカー日本女子代表として大変活躍されました澤穂真さんです。それではこの後オープンを記念いたしましてテープカットを行います。それでは参ります。サッカー文化創造拠点ブルーイングのオープンを記念いたしまして3、2、1どうぞ。
ありがとうございます。はい。